ゼンパー・オーパー内観シュターツ・カペレ・ドレスデンは、ドイツ・ドレスデンに本拠を置く歌劇場専属オーケストラ。このオーケストラの日本での名称は、ドレスデン・シュターツ・カペレや、ドレスデン・シュターツ・カペルレ等の言い方もある。また、かつて、ゼンパー・オーパーは、東ドイツの国立歌劇場だったことや、日本ではドイツの州立団体を、国立と呼ぶ慣習があることから、 ザクセン国立歌劇場還元楽団、ドレスデン国立還元楽団、ドレスデン国立歌劇場還元楽団と呼ばれることもある。楽団の公式サイトでの交渉は、ドレスデン・シュターツ・カッペレである。1548年、ザクセン選定校の宮廷楽団として設立され、現存するオーケストラとしては1448年に設立されたデンマーク王立還元楽団に次ぐ歴史を持つ。 17世紀のシュッツから19世紀のウェイバー、ワーグナー、20世紀のリハルト・シュトラウスに至るまで重要な作曲家が指揮者としてもこのオーケストラと関係を築いてきた。リハルト・シュトラウス作品のいくつかを所演したオーケストラとしても音楽史に名を残しており、ことにオペラは旧作品が所演されている。20世紀における主要な首席指揮者はカール・ウェーム、フランツ・コンビチュニー、 ヨーゼフ・カイルベルト、ルドルフ・ケンペ、クルト・ザンデルリング、マルティン・トゥルノフスキー、ヘルベルト・ブロムシテット、ジュゼッペ・シノーポリなどである。ベーム時代には、ユダヤ人のシュテファン・ツバイクが脚本を書いた、シュトラウスの過激、無口な女の初演をめぐって、ナチスの干渉から騒動が起こったこともある。戦後ドレスデンは東ドイツに属したが、ベーム、カイルベルト、ケンペ、 オイゲン・ヨふフむ、ヘルベルト・フォン・カラヤン、カルロス・クライバーなど西側の指揮者との録音が東側の楽団としては比較的多く行われた。1965年には東側のオーケストラとして初めてザルツブルク音楽祭に招かれカラヤンの指揮で演奏している。初来日は1973年。2001年にシノーポリが人気を残して救世したため、 2002年8月からベルナルト・ハイティンクが公認指揮者に選ばれた。2007年8月よりファビオル・イージがゼンパー・オーバー音楽総監督就任と同時にカペルマイスターに就任。その披露にも当たる歌劇場全体の来日公演が2007年11月に行われ、2009年にはオーケストラ単独で再来日した。2012年からは 中立歌劇場に転出するルイージの後任としてミュンヘンフィルハーモニー還元楽団を離れるクリスティアン・ティー・レマンが主席指揮者に就任した。近年、非ドイツ系のゲルマン人とイタリア人を交互に迎えてきた同団としては45年ぶりのドイツ人指揮者となる。同じく歌劇場還元楽団を母体とするウィーンフィルハーモニー還元楽団と並び、 響きの美しさを愛されるオーケストラとして知られる。初来日時には、オーケストラとはここまで美しくなりうるものかと信じられない思いと絶賛され、2007年来日でも黄金の宮廷サウンド再びのジャックで宣伝された。2018年現在の楽団の公式サイトの楽団紹介での指揮者の陣容は次の通りである。リヒャルト・アグナー、ホーム・シュター・ツカ・ペレドレスデン。 2018年9月21日閲覧。大木正樹を音楽回避表集した201ページ。音楽の友者1980。クリスティアン・ティーレマン式ドレスデン。国立会劇場管弦楽団プロフィール。ジャパンアート。2021年5月9日閲覧。広告欄。朝日新聞1978年1月20日。長官。13番。23面。 ドレスデン国立歌劇場還元学団来日中止のお知らせジャパンアート2021年5月9日閲覧ありがとうございます。